皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズのベイ君と岡部です。アンダーテール続きやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。つうわけで、はい、一応これハッピーエンドに向かってるはずなんですけども、これずれてないよね、大丈夫、大丈夫かな。ハッピーエンドの、うん、向かってる途中でございます、はい、では続きいきましょうか。真実のラブの続き、かなり恐ろしい計画がなされていたと、はい、ここ行ったら真実があるんではないかということで行きましょう、よろしくお願いします。はい、行きます。あ、何停止してるようだ。はいはいはい、電源が切れている、ね、なるほど。ほうほうほう、ここね、うん、北っぽいよ、これ北っぽい、行きます。うん、エレベーターの電源をコントロールするスイッチのようだ。はいはい、スイッチ入れる？はい、はい、怖い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 、ちょっとさすがに4体は4体一気には勘弁していただけませんかね。無理だよ、動けない。あ、どうしよう、こらやめなさい。はい、あ、アルフィー、ご飯あげるからあっちへ行ってなさい。ご飯、ごめんね、うん、時間通りにご飯をあげないということ聞かなくて、はいはいはい、あなたが持ってるポテチの匂いを嗅ぎつけたんだと思う、うん、それはともかく今電源を復旧しようとしてたんだけど、うん、あなたに先を越されちゃったみたい、いろいろ面倒かけちゃってごめんね。でも来てくれてすごく嬉しいよ。私ね、怖かったんだ、はあ、もうみんなに会えなくなるかもって。あ、さっきの子たちのせいでって意味じゃないよ。そのいざとなったら怖くてできないかもって思ったの、うん、本当のことを打ち明けるなんて、うんうん、それで結局取り返しのつかない逃げ方をしちゃうかもって思ったの、うん、ちゃんと説明しなきゃね。私はアズゴアに頼まれて魂の研究をしていて、うん、決意というエネルギーを取り出すことに成功したの、うん、それを使えばモンスターの魂をキープできると思った、うん、でも実験は失敗だったんだ、うん、人間と違ってモンスターの体は実体が薄いから血液のエキスを体内に留めておくことができなくて、ほう、うんうん、肉体を構成するわずかな物質はドロドロに溶けて、あ、さっきのはそうか、うんうん、被験者たちはお互いの体がくっついてしまった。そしてあんな姿になっちゃったんだ。それを見て私、ご家族には絶対に本当のことは言えないと思った、うん、誰にも言わず秘密にしないといけないって、うん、だからどんなに問い詰められても私は黙ってた。それにそれ以上研究を進めるのも怖くなった、うん、自分がやってきたことは何もかも失敗だったから。でもね、やっぱりそれじゃダメだって気づいたよ。私、自分がしたことをみんなに打ち明けるよ。辛い目に遭うのは覚悟してる。自分を信じて自分に正直になればその分苦しい思いをすることだってあるはず。また失敗することもきっとある。でもね、転んだら手を差し伸べてくれる友達がいるって、そう分かっているだけでもう怖くないって気づいたんだ、うん、あなたのおかげだよ。来た来た来た、さあみんな行くよ、家族が待ってる、お家に帰ろう。打ち明けに行くのか、電源は入っている。それはそれでちょっと、どうなるの、大丈夫なんですか、うん、これ見れるか。じゃあナンバー8、うん、候補を決めた。アズゴアにはまだ行ってない、驚かせたいから内緒にしておこう。お城の庭の真ん中にある特別なもの、一番最初に咲いた金色の花、うん、外の世界から持ち込まれた花、うん、あの花は女王がお城を出ていく直前に現れた、うん、もしも魂を持たない者が生きる意志を手に入れたらどうなるのだろう。やっぱ花だ。やっぱそうや。ナンバー18、あの花が消えた。はあ、なるほど、そういうことか。え、なんか電話が、うん、聞き覚えのない声がする、うん、心聞こえる。本当に久しぶりだね。君はよくやってくれた。おかげで何もかもうまくいったよ心。それじゃまた後でね。閉じられた閉じられた。これこういう風に仕組まれたのかな、花に。はあ、ツタが絡まっていた。もう一回やってこいって。ここって、ここあるよね、ホームよね、ニューホーム。動いていない。なんで繋がってんのなあ。これあれじゃないの、妄想妄想っていうか、やられた、そう見せられてるっていうよりも罠、測られたかもしれない。
あの花に。あ、これ下に。あ、これで帰れる？あ、本当？あ、ここ繋がるだけや、先生。じゃあ帰れへんのか。帰れないのか。あ、ここ、あ、セーブない。終わって書いてなかったっけ、これ審判が。確か。いや、あるある、セーブ。前から。なのにないということは、ここに現れもしないのか？あれ？本当だ。審判がない。何の音沙汰もないんやけど、ずっとこう。サンズは？え？パーティー？え？クラッカー。急に？そんな急な話ある？あるぜ、これ。これな。うん。名前が刻まれている。心。中は空っぽだ。行くぞ。いや、わからないよ、もう。ね。あんな楽しかった時が。嘘のようです。あのデートからなんか急転したよな。急に怖くなって。急転。お、ここや、ここや。戻ってきた。あ、そうだよ、なぜここだよね。すごいます。ラーラーラー、あ、一緒一緒。おや、お客さんかな？ちょっと待ってておくれ。今、水やりを終わらせてしまうからね。鍵2個は何だったんだ？確かに、これでよしと。アロン、いらっしゃ。そう、これ気づく。あ、君は。てんてん。お茶でもいかかなと言いたいところだけれども、残念ながら、そういうわけにもいかないね。顔に見覚えあんのかな、やっぱり。かもしれんな。その魂のなんかのあれ言ったから。そうそうそう、同じ名前なのが気になるところだから。うん、ご覧、今日は素敵な日だ。花が咲き、小鳥たちはさえずり。こんな日鬼ごっこでもして遊びたいね。てて、私たちにはやらなくてはならないことがあるね。準備ができたら、この先の部屋に来なさい。あれでも一緒の流れになってきたな。うん、大丈夫かな。玉座だ。同じです。もう一つの玉座だ。白いシーツがかかっている。緊張しているね。大丈夫。歯医者さんに行くようなものさ。一緒よね。でもね、戻れへんよね。前は戻れたけど、準備はできたかい？強がらなくていい。私だって心の準備ができていない。終わり。まあでも行ってみましょうか。うん、行きますよ。こうほっ。これがバリアだよ。我々モンスターを地底に閉じ込めている封印だ。一緒やな。うん、もしもしこの世界でやり残したことがあるのなら、ここで引き返しなさい。ん？から帰れる？うん、一回戻るか。じゃあ戻れへんみたいから行きますよ。行きましょう。ポン、うん、用事は済んだのかい？行きます。はい、そうか。ではだからこの人も倒さんようにして、そう、粘らなきゃ。うん、始めようか。来ました。不思議な光が。でもこれ戦うなあかんかったよね。攻撃せなあかんかったよね。攻撃しなくてよかった気がするけど。いや、一回倒して、うん、で最後に見逃すっていう選択をするんだよね。あー、そうだわ。そう、戦いたくないけどね、人間よ。うん、君と出会えてよかった、さらばだ。あっ、え、違うって違うって。これトリエルだ。情けないわね。罪もない子供をいじめるなんて。マジか。あ、これあなたじゃなかったっけ。怖がらなくても大丈夫よ。私はトリエル、あなたを守ってあげます。あなたには一人で旅をさせるつもりだったけど、やっぱり心配で心配で大変な道のりだったでしょ。その上最後には辛い選択を迫られて、地上に戻るには誰かの命を奪わなくてはいけない。あなたはアズゴを倒さなくてはいけないのですから。だけどあなたにそんなことはさせられないわ。ここを出るために誰かを犠牲にしなきゃならないなんて間違ってるもの。そもそも私はそんなことにならないように手を尽くしてきたの。だからこの勝負は一旦お預けにしましょう。アズゴはどうしようもないモンスターだけれど、どうか見逃してあげて。トリ、戻ってきてくれたの。
慣れ慣れしくしないで。怒ってる。怒ってんのか妻。あなたって本当にどうしようもないクズね。クズ終わり。本気で国民を助ける気があったなら、魂が一つ手に入ったところであなたがバリアの外へ出て、あと6つ奪って戻ってきてみんなを解放すればよかったじゃない。だけどあなたはそうしなかった。絶望する国民たちを尻目に、手をこなねきながら内心人間なんてもう来なければいいと願っていたのよ。トリ、確かに私は情けないモンスターだ。だがせめて君とは友達に戻れないか。友達？ああ、お断りです。え、泣いてる。なになになに、あずこは人間、みんな喧嘩を許さないぞ。仲良くしろ。さもなく私が。あら、こんにちは。私はトリアよ。あなたは人間さんの友達？はじめまして。あ、そうだ、どうもはじめまして。あずこは、あれって別れた奥さん泣いてたよ。やっぱ別れてたのか。ああ、そりゃきついな。おっと、え、みんな俺の声しかない、ね、喧嘩はダメだよ。あら、あなたもお友達かしら。こんにちは、私はトリエルよ。あ、ここ、こんにちは。やだ、二人ともいる。来た来た。おい、みんな、喧嘩ダメだぞ。喧嘩をするやつは、この俺様が案内に言いつけるぞ。こんにちは。おう、陛下ごきげんよう。ねえ。か、上見てる。おい、人間。あずこはひげを剃ったのか。しかも、二人に分裂したみたいだな。もうサンズも来た。よう、みんな調子どう？その声は、ここで初めて出会う。なるほどね。おお。こんにちは。あなたとは前にお会いしてるかしら。あ、その声は聞き覚えあるぜ。私はトリエルよ。やっと顔が見られて嬉しいわ。あれ？オイラはサンズ。ああ、オイラも嬉しいぜ。あら、ってことは？あ、できた。あららら。そちらは弟さん。パピルスさんね、はじめまして。お兄さんから大噂は金金。うわぁ、アズゴアの分身が俺様を知ってるなんて。アズゴアの分身って言い方だったな。今日は人生で最高の日ね。パピルスさん、スケルトンはどんなお家に住んでいるんでしょう。木造の一軒家かな。違うわ、スケルトンが住んでいるのは鉄骨マンション。やっぱりさっきの取り消し。今日は人生で最悪の日。目合わせてみたい。左の人。ちょっと待って。仲良しよ。アズゴはそう気を落とすなって。また別の相手を探せばいいよ。そうだよ、アズゴは。案内の言う通り。時にはその、ふわふわのボスモンスターに憧れるのをやめて、可愛いお魚さんに目を向けるのもいいと思うな。例えばの話ね。あ、でこの二人、それはいい例えだな。仲良し。もうパピルスと王様やんか。王様がるしかない ね、これは。あずこは一緒に。あっ、まさかの。ああ、まどろっこしいな。そこの二人、さっさとチューしろよ。オーディエンスはロマンス要素を期待してるんだ。うん、ほら、止まれ。たくなんても真剣なやつだな。あ、アルフィ、おっと、そうだよ、メタとの言う通りだよ。チューしよう。おっとおっと、どうなるこれ。てか、何を見せられてんねん、俺たちは一体。まあ、アズゴアの顔みたいな。アズゴアの顔。あんな感じ、俺も。ストーリー、どこ行ったストーリー。えぇーってなってる。よし、もう気持ちを隠すのはやめだ。くちくちくち。顔だけ。まじゃ、止めんねん。顔だけ動いてた。顔だけ、待って。怖い。人間の前でしょ。いや、いいじゃん、別に。いいや、別に。ああ、そうだね。ごめんなさい。なんか一人で盛り上がっちゃった。ふふふ。おお、みんな揃った。どうやらあなたはしばらくここに足止めみたいね。でもこんなにたくさんお友達がいればきっと楽しく暮らしていけると思うわ。うん、そういうことか。それで思い出した、みんなをここに呼んだのはパピルスだった。あ、だって言ったよね。トリエル以外はみんなパピルスに呼ばれてきたんだよね。私はパピルスより先にここに着いていたんだけど、パピルスみんなに連絡する方法をよくわかったね。あ、それはね、小さなお花が教えてくれたの。来たよ。来た。小さな花？ああ！そう、全員捕まっちゃった。バカだね。君たちが仲良く井戸端会議をしている間に、
僕は人間の魂をいただいたよ。またそれだけじゃない、君の友達の魂も全部いただいちゃう。これは傑作だね。だって全部君のせいなんだから。みんなが君のこと好きになっちゃったからいけないんだよ、うん、君はみんなの話を親身になって聞いてあげて、励ましてあげて、親切にしてあげた。君がそんなことしなければみんなここには来なかったんだ。彼らの魂と人間の魂を手に入れて、僕はやっと本当の姿になれる。これが狙いやから、みんなを助ければいいんじゃないって言ってたってこと？言ってたね。最初のエンディングの最後、うんうん、そうだ。ふふふ。なんでまたこんなことするのかって？分かってないな。これはただのゲームさ。君が満足して地底の世界を出て行っちゃったら、君はクリアしちゃう。クリアしたら君はもう僕と遊んでくれなくなる。そんなことになったら僕はどうしたらいいの？でも君と僕とのゲームはいつまでも終わらせはしないよ。手が届きそうで届かないところにゴールをちらつかせ、君がそこにたどり着きそうになったらズタズタに壊してやる。何度も何度もね。ふふふ。そうだな、もし君が僕を倒せたらハッピーエンドを見せてあげるよ、うんうん、お友達も返してあげるし、バリアも壊してあげる。それでみんなついに幸せを手に入れられるってわけ。でも残念ながら現実は実現はしないけどね。君のことは何があってもここから出してあげないよ。狭い君を100万回殺すことになってもね。やめてー。あー、どうすんのこれ。あ、来たぞ。あれ？怖がらなくても大丈夫よ。何があっても、私たちがあなたを守ってあげます。やめてー。わー、みんなの、あれや、攻撃のやつ。人間、貴様が勝てる。うん、俺様の真似をして貴様を信じるんだ。人間、お前は私に勝ったんだから恐れることはない。安心しろ、みんなお前の味方だ。あんたまだこいつ倒してなかったのか。こんな雑草あんたの敵じゃないだろ。もうみんなは熱すぎる。本来ならそいつを倒すのは不可能だけど、でもなぜかあなたならできる気がするよ。人間とモンスターの未来のために決意を力に変えるんだ。はい、それよく言われてた。おお、すげえ。みんな来た。みんな来た。何これ。くっそー、なんでだ。どうしてこんなことあるはずない。信じられない。ん？お前たち、みんなバカだね。お前たちの魂はみんな僕のものだ。みんな顔が。マジでこの展開ちょっと熱すぎないですか。熱すぎる。すごい。どうなんの。来た。あ、アズリエル？いや、そう思う。やんって言ったよ。な。ぽいね。動けない。あ、動いてる。やっとだ。もう鼻の姿はゴリゴリ、うん、やっぱ魂を入れられてたってことやんな。実験なんかあの喜ばすみたいなこと言ってたやん。言ってた。アルフィーのあの文章みたいなんで、うんうん、それで入ってたやな。そういうことか。ハロー心、聞こえてる？僕だよ、君の親友。うんうん。アズリエルドリーマー。終わりだ終わりだ曲。